そうですね、うちでやったのは聞いてますね。ラディッシュの実験をしたんですけど、バクチャ使ってない方はめっちゃ食べられる。で、バクチャの方はほとんど食べられる。あと白菜もやってみたんですけど、バクチャ使ってる方は食べられずに、使われてない方はもうめっちゃ食べられる。で、それ隣なんですよ、本当に。このぐらいでやってるんで、こっちだけ虫が来てる。で、小岩井先生って今、小岩井式っていうのを広めとられる先生がおる。その先生に聞いたら、結局いい野菜って、力のある野菜っていうのは、細胞壁が厚くなるから、その野菜の匂い出さない。だから虫が来ない。だから隣にあっても気づかない。あと、細胞壁が強いとやっぱり噛みにくいし、それからもし噛んで食べたとしても、虫ってすごい消化能力が弱いらしくて、それでふん詰まりを起こして死んじゃうらしいんです。だから死ぬようなものを自然の界の人たちは食べないって分かってるって感じですね。いや、土の力が強かった昔はあんまり虫がいなかったってことですよね。多分そうですね。ですよね。で、今作ってる野菜っていうのは野菜のようなものなんで、野菜ではなくて、だから土をいじめ倒してきてて、もう微生物の力がなくなっちゃってるから、できないですよね。今の観光の方から自然農に移るのに、だいたい3年から5年かかる。で、その3年から5年の間って、土が回復するのを待たないといけないから、収量が鬼のように下がるんですけど、それバクチャー使うと、あそこですね、ラオスでは3ヶ月で行ったんで、で、ラオスちょっと条件がいいんで、あったかいんで、まあ、日本の場合だともうちょっと長いかもしれないですけど、残留農薬なんかは全部消えちゃったんで。それ一回耕したらもういいんですか？放置しといていいんですか？放置しておきます。あとは、さっきの、マスカットの